モデルの岸本セシルが某番組で驚きの大食いを披露した。これを見た視聴者からは、太った理由はこれか。など、驚いた声が上がっている。同番組で、岸本は 300g のステーキに加えてロブスター、ポテト、サラダ、パン、スープ付きを20分で完食。続いて、まだまだ食べれるでしょなどと言い放ちタコス店へ。そこでまた、タコス2つとタコライスのセットをあっさりと平らげてしまう。司会のクリームシチュー、上田晋也から、よく太らないね、あんなに食べて。と言われると、やばくて。やっぱ、ネットとかで太ってるって書かれるとコメントした。彼女が太っていると話題にされ始めたのは2012年頃のこと。某番組のハワイロケがきっかけのようだ。ホテルのサンセットディナーを嬉しそうに食べていた時、夕日をバックに映し出される岸本の横顔がしっかりと二重顎だったのだ。不幸なことに一緒にロケに参加していたのが小顔が美しい佐々木希で、太り方がさらに際立ってしまっていた。また同年10月から某番組で長谷川純の後続 MC を務めた岸本の姿は、二重顎に加えて二の腕と太ももにモデルとは思えないほど肉がつき、ネットでささやかれていた激太り疑惑が一気に広まり始めた。それが理由なのかどうかはわからないが、多数の人気モデルが出演するファッションショー東京ガールズコレクションにも同年を最後に出演していない。太っていることは本人も認めているようで、2013年10月に CM 出演した某生理用品のイベントで、モデルとして成長するためいろんな雑誌に出たいです、ぽちゃもぽっちゃりモデルなのでダイエット頑張りますと自虐的なトークをしている。しかしそんなダイエット宣言から1年が経過したにもかかわらず、現在もあれほどの大食いを続けているのだから痩せるはずもない。所属している事務所はもちろん、ファンからも元の美しいモデルボディに戻ってほしいと願う声は多い。本人もこのままではダメと分かっているのに、なぜ太ってしまうのだろうか。太る原因としては、やっぱりストレスはあると思います。スタイルの維持や、可愛いと言われ続けることへのプレッシャーは大きいですから、過食に走り、激太りを経験したモデルはたくさんいますよ。岸本の場合、アナザースカイのレギュラーは、間違いなくプレッシャーだったでしょうからね。それがストレスになっていてもおかしくはありませんと芸能関係者は語る。また岸本は弟の学費はセシルが払っている、学生時代から携帯代は自分で稼いでいたとも話しており、金銭的に苦労していたとすれば他人には見えないところでもストレスを溜めていたかもしれない。このまま磯山さやかや篠崎愛のようなぽっちゃり路線で勝負するのか、それともダイエットを成功させて再び第一線のモデルとして活躍するのか。素朴なキャラで好感度も高い岸本ならどちらでもそれなりにやってはいけそうだが、やはりファッションモデルである以上、その自覚を強く持ってダイエットに励み、本業のモデルでさらなる活躍を見せてほしいものだ。